今日はクリスマスや釣りとか行くわけないやろ。牛木城公園あたり綺麗な LED イルミとかあるかもしれへんね。行ってみようかな。なんかいろいろ入るなマークあって行きにくいわ。1時30分前後、フルスへ到着。実は、すみっこ釣り場が前日釣れてた情報は入っていた。昨日よけ釣れた、ええやろ。今回は、あまり釣る気もなく、猫に餌あげようかなって思ってたので、フルスにした。釣り地ならビビッとくるやろ、これは釣れませんね。仕方ないので、東へ移動した。なんということだ。東端までまたもや船が停泊するらしい。年末はここ全部埋まるっぽい。太刀魚釣り師の皆さん、これは大変ですよ。場所ないですよ。終了は2時20分。ちなみに時間忘れたけど当たり2度ありだが、これが追い食いもしないので魚が不明のまま。狙って頼むことも近かったので何とも言えない。魚なのは間違いないんだけど。そんなわけで謎の当たり2で終わり。猫も来なかった。また猫のために来るつもり。